はい、こんにちは。ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォーZの攻略解説動画続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドウォーZ週間チャレンジハード2月13日の週をソロで攻略ということでね、今週もソロ攻略やっていきたいなと思います。先週はホグワーツレガシーが発売でね、ライブ配信ちょっとできなかったんだけど、今週は少しワールドウォーZやりたいなと思ってるし、ただ今週もね、週末金曜日にワイルドハーツが発売なんですよね。なのでそちらの方でね、また少し忙しくなるけど、まあそれが終わったらワールドウォーZまたやっていきたいなと思うので、皆さんよろしくお願いいたします。で、今週のルールなんですけれども、ゾンビを10秒間キルしないとダメージが入ってくるというやつで、待機ゾンビ、アイドリングしているゾンビが多めに配置されていて、でも装備が自動回復で100秒で満タンになるということなので、持てる装備の数を増やした方が得ということですね。で、ステージはモスクワ一面ということなので、まあ、難易度的にはかなり簡単な方なんじゃないかなという印象です。装備がとにかく4個持ちにできるやつになると、本当装備使いたい放題みたいになると思います。なのでおすすめ編成は、まあ得意なやつでいいんだけどちょっと難しいという人はヘルレイザーとかガンスリンガーとか、あとはメディックとかも有効なので考えてみてください。で、最後のヘリが越えられないっていう人はソロの場合ね、スラッシャーでチェーンソーを持っていっちゃうというのもかなり有効なので、スラッシャーもねおすすめだとは思います。で、私は今回はメディックでやっていきたいなと思います。まあ、コンバットメディックの普通の構成ですよね。で、まあスティーム4個持ち、これはそのミューテーターが入ってても入ってなくても4個持ちにいつも私はしてるんだけど、あとは SMG 持っていってヘッドショットでマガジンに弾が補充されるってやつを入れとくと、まあコンバットメディックになるよって感じだよね。で、装備はまあさっき言った4個持ちで、特殊キルで装備回復、あとはゾンビキルでワンチャンメディキット回復っていうのを入れておくとメディキットにね困らないという感じだね。あとはスティームでマスクがかかるというのを必ず入れてください。なのでメディックでやる場合はレベル26だよね、確か26以上にならないとあまり力を発揮できないという感じです。で、近接はデュアルサイトかトマホークもしくは体験を持っていくという感じです。まあ、スキル構成はねこんな感じで、これは多分このミューテーターが入ってなくてもいつもと一緒の感じなのでね、よかったら参考にしてみてください。非常に使いやすいメディックという感じです。それではソロ攻略の方へやっていきましょう。で、どんどん進んでいかないとダメージがどんどん入っていっちゃうので、まずはね走って呼んじゃったりブーストかけて、メディックの場合はブーストかけてそのダメージを抑えるというのが重要です。で、あとは装備回復はどんどん勝手にしていくので、自分にねどんどんなくなっブーストがなくなったらすぐかけてってやっていけば、メディックはそのずっとこのゾンビキルしないでダメージが入っちゃうっていうのがほぼ無効にできるので非常に簡単です。で、タタ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 タッとなるべくねヘッドショットを狙っていけば、メディックの場合 SMG でね弾補充っていうのがあるので、タタタタタ、それでも多分最後 SMG だけだと弾切れ起こしちゃうかな、ホードの前に。本当気をつけてパパンパパンってヘッドショットだけ打っていっていけば大丈夫だけどって感じだよね。あ、で、ピストルのサイレンサーがあるのにホードが起こっちゃうっていうバグはこの間治ったのを確認できたので、まあ、弾切れ起こしたらピストル打つというのもありです。私の場合サイレンサーを外してしまっているのでピストル打ったら普通にホードが起こっちゃうんだけどってことなんだけどね。で、あー、いいね、バンテージはこれで、ボットにねメディキットを持ってもらいましょう。持ってくれ、よし頼んだぞ、よくやった。最近このエモートにハマっててソロでやるときエモートするとまた面白いよね。さあ行こう。まだクロスプレイ復活しないんだよ。おっと、ヘイハードマット、まだクロスプレイ日本語版と復活してないんだよね。その H2 インタラクティブというか、あのワールドウォーZにアップデートが結構活発に入ってて、細かいのが、だからたとえ今 H2 が入れたとしてもまたねマッチングしなくなっちゃうんじゃないかなという心配があります。そんなに大きいアップデートじゃないんだけど、バグ修正だと思うんだけど、バージョンが変わることによってね日本語版とはマッチングしなくなっちゃうので、ここがちょっとだけねなんかどうにかしてほしいよね。どうにかしてほしい。このアップデートの先行アップデートが入るのか出遅れアップデートが入るのかって感じになっちゃうんだよね。で、最近は出遅れなんだけど、最初はねこの大型アップデートは先に、あー、しまった、やられた、ちょいちょいやめて、危ない、いかん、ちょっと急いで進んで、ピストルになっちゃったから、バンバン。あ、チェーンソーだ。あー、チェーンソー持ってこうね。これを持ってって、ホードの出口のところに置いておいて、最後持ってけば、ほぼ確実にクリアできるようになりますんで、スラッシャーじゃないんだったら、チェーンソー持ってけば、絶対安心という感じになります。
ヘルレイザーとかだったら別に火力でご利用したり、ガンストリンガーでも普通に火力でご利用せちゃうんだけど、最後のヘリね。メディックの SMG でもなんとかいけるかなって感じだね。でもチェーンソーがあればほんと楽になるので、もしくはないとギリギリ時間が足りないとかいうこともあり得るのでね、ぜひチェーンソーを最後は持っていくようにしてみてください。ああ、小型ショットガンも強力だよね。ここに置いとこう。これでこっち側から出るときは持っていくということだね。じゃあバンテージを一応置いていきましょう。スタート。まあ最初のコードは SMG とヘビーウェポンで普通にメディックだったらこれ超えられるので、他のジョブだったらもっと簡単になるという感じです。ドド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 ーン、うやー、いい感じ。これで崩していく崩していく。ちょこ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 、ダン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 、上から登って降りてくるやつだね。あれが結構うまくはまられちゃうと大ダメージを受けるって感じになるんだけど、なんでいつまで来たのこの人あちょー、いい感じだ。ここからドド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 。大丈夫かみんな、みんな回復してくれ、回復するぞ。とりあえず誰でもいい、回復しておこう。ボーマーだね、やっぱりボーマーは強かった。だからかだからかだから、しまったしまった、登られている、登られている、なんかブルも来ている。あーやばい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 、それ以上はいかせん。うりゃうりゃうりゃ、うわっ一回消えよう。やばいやばいやばい、何がどうなってんだ。こういう時はスラちゃんつか登られることも普通ないんだけど登られて、ああ後ろで二人、これはやばいぞ。まあ大丈夫だったね。どうということはないですね。まあこんな感じだから、ボマーがね、ボマーが来るとやばいねって感じだね。で、どんどん進んでいかないとまたダメージがね、かさばっていっちゃうので、どんどん進んでいきましょう。あ、メディキットだ。これ誰か拾えるかな。私が拾っちゃった方がいい？これを拾ってくれ。なんでセルゲイが拾うんだ、お前じゃない。いやー、誰か他の人が拾えば回復。あー、しかもセルゲイが回復してる。ボタン間違えた。最悪や。最悪や。セルゲイが全部取っちまった。しょうがないな。あそこ空いてんのか。じゃあちょっと見に行ってくる。ああ、ゾンビがいる。じゃあゾンビもいるし、あそこを見に行ってこようか。メディキットあったら回復してあげたよね。ちょっと2人がやられそう。うら、うら、うら。グレポンにしとこうか。チェーンソーは別にあっちに置いといたから。で、あっちまった。おお助けて。危なかった。どうということはない。やっぱりメディキット。あ、ここにもあるじゃん、メディキット。マシンガンはいらない。じゃあ T モールを回復して。イワンが死にそう。やべえ、ミリしかねえ。イワンを回復してあげたい。イワンにならない。じゃあ先にあっちの方に広いとこに行こうか。ダメだね。ダメだね。広いとこでやろう。ここでスイッチ入れちゃえ、もう。でで、イワンを回復する。で、スタートだね。まあ、焦らずに、スクリーマーがね、湧いていたらスクリーマーを倒してからってことなんだけどね。さあ、行くぞ。ガンガン撃ってください。ここはどっかにそのスイッチ入れたりに行くんだったら山をねまず崩してから行くようにしてください。そうすればボットが勝手にやっつけてくれてるので。ただ山がかなり登られてる状態で行っちゃうと、その登られちゃってボットがねやられちゃうということがあり得るので、ちょっと待って、このブルがね、ブルがいる状態で行っちゃうのは危ないので、ここで例えばポン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 と撃って山を崩しておいて、でクリーパー怖いのでまずこれビッてやって、あ、やっぱいる。危ね、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 何でもいいや。パニックパニック。あ、いい武器あった、これにしよう。 SMG を超える武器といったら貫通力ってことだよね。よっしゃ、いくぜ。ドド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 ドいろいろ肉薄されてきちゃうってことだね。まあそろそろぶっ飛ばしていくぶっ飛ばしていこう。よっしゃ、だいぶ減らした。パパ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 、それでもだいぶやられている。まあメディックだからね、こうやって援護射撃はできるので、ブルとかなんかに捕まったとしても大丈夫。メディキットがいっぱいあるんだが、これ持ってくれないかな。ボット、あっちかよ。スイッチもう脱出だね。もういいや、メディキットは。メディックだし、どんどん生まれるし。あ、この状態でいっちゃうとあいつらにね追っかけ回されることになるので、崩してから行くようにしてください。ここにもクリーパーはいない。オッケー。じゃあ行きましょう。メディキットはもうほっとく。タタタタタタってチェーンソーもらって、レッツゴー忘れないようにね、チェーンソー拾っていってください。
テテンテテンテテンテン。でまたねゾンビをキルしないとダメージがどんどん入っていっちゃうのでガンガン行きましょう。よくやったぞみんな。テテ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 テ。こっちになんかある？ない。オッケー。このあとネズミがいるわ、なんかがあるわみたいな、スクリーマー湧くわとかクリーパーいるわなのでね気をつけてみてください。いるかな今回は。まあ、駆け抜けていっちゃうというのが一番確実ではありますね。行けるならどんどん行ってしまいましょう。うわー、右にクリーパーがやっぱりいる。ナイス、助かった。今回クリーパー率高いな。ちょっとなまってるね、腕が。ホグワーツ魔法学校に入学してたからちょっとアクションがね、アクションというかシューターの腕がなまっちゃってる。あーあー、またいる。なんだクリーパーいすぎだろこれ。あ、やっぱこんなとこにネズミがいる。あぶね。あー、いけね、消えてしまった、やられた。ネズミがいるときはヘビーがね、あれだよね、チェーンソーはちょっと厄介。このまま撃つしかねえ。あー、来ないで。あー、捕まってない。大丈夫。オッケーオッケー。 SMG の方がネズミは有効だよね。よっしゃ、行こう。貫通力あんま関係ないもんね、ネズミの場合は。しゃあ、これ何？あ、メディキット拾ってくれ。イワンかな。イワンを回復して持ってこう。オッケー、セルゲイも回復しちゃう。で他のジョブだったら急いでバトルビギンの方に行かないといけないんだけど、今回メディックなのでね、ブーストでダメージは回避できるので、あ、じゃあスペシャル SMG で行きましょう。メディックなんでね、 SMG な限り SMG での恩恵はね、メディックは受けられるのでと思ったけど、やっぱりアサルトショットが2回まだアサショの方が強いよねって感じだよね。よっしゃ、行くぜ。アサショがあればヘリの山もやっつけることは可能です。だチェーンソーも持ってるし、アサショもあるしってことで、二重にね、今回はホードを抑えられるでしょうという感じです。こんな感じでいつものようにヘリをぐるっと回り込むようにして、ホードを、カウントダウンを始まらないようにしていくと、まあ有効だよねって話だよね。クリーチャーがない。じゃあもう始めてしまいましょう。ダメージがかさばってきたので、でこっちで戦いたいから、迫撃包囲でなんかいる。バーン、オッケー。アサショ強え。あー、なんか来た、珍しい。ドドドスクリーマーでもいいのかな。あれ、なかなか分からん。わー、やばい、後ろやばい。ブースト大丈夫かみんな。さすがメディック、すごい。味方の援護は お手の物。これで大体 OK だね。チェーンソーがあればはっきり言って楽勝です。まあよっぽどのことがなければね、大丈夫だと思います。電気柵もあるといいかもね。真ん中おすすめかな。そしたら戦闘開始をさっさと押しちゃって、この真ん中非常に有効ですね。私はここおすすめ。電気柵、もちろん左右でも結構有効なんだけど、真ん中が一番なんか足止めしてくれるし長持ちするって感じだね。あんまりいっぺんには来ないので、左右だとなんか、なんでこっち側にいるんだお前だ。じゃあこっち側で戦いましょう。ボットがいる側でね、とにかく戦ってください。じゃないとボットがね、助けに来ちゃったりなんかややこしいことになったりするので、すぐ全滅するという感じになります。あぶる、あれはまずい、あれはまずい。じゃあブーストでなんとかごまかしてくれ。あれを早くやらないとまずい。よし、やっつけた。オッケー。うわ、いっぱい来ちゃったな。待て待て、仲間撃ちそう。とりあえず私が撃たないことには始まらないんだが、ドド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 ド。ヘリに守られて、それでまあ一回チェーンソーでブン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 と、こんな感じでね、チェーンソーあればほんと簡単にお掃除できるので、ここは大丈夫か大丈夫か大丈夫か。ちょっとこっち側に集めた方がいいかもね、こっち側のコードは。あー、第2ウェーブ来たね。第2ウェーブ全員こっち来ちゃうかもね。でもアサルトショットが打てば結構減らせるはずなんだけど、危ない、誰か捕まってる。大丈夫か、ブーストかけておいた。大丈夫だよね、アサルトショットがやっぱ強いね。ヘッドショットあたりの位置めがけてバン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 打ってれば、メディックでもこんな感じと。あー、ボーマーボーマーアタック、ロケラン、あ、いらねえ。ちょっと待って、ここ位置が悪いな。ここであっち側にあればロケランぶっ放してすぐ拾うんだから、サンプルもらっとこう。よっしゃ、くダメージ。そしたら弾を補充して、まだ2回目の報道というかパラパラ来るやつらは、私のおすすめはこの辺ですね。この辺で、まあ、上に登っちゃってもいいんだけど、船の上は良くないけど、この後ろの氷の上はおすすめです。あれをやっつける。ただこの上登っちゃうっていうのも手ですね。意外と有効です。ダダダダダダダ、もしくは向かいの氷の上ですよね。あそこから船の後ろあたりから来るやつらを集中して撃ってればまず大丈夫という感じです。ブーストもかけて弾補充して最後のウェーブといきましょう。2、さあ来い。迫撃砲があればまあ大丈夫でしょう。
ボットとね、とにかく同じ側にいて撃ちまくってヘリに来たって言ったらチェーンソーでバーって行けばいいと。ヘリに行く時も一応ブーストかけてマスクでね消えたりしておくと、ブルとかの突撃が来ても意外とブルどっか行っちゃうのでマスクでね。だから、まあ、マスクを忘れて、あ、いてて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 、自分にもかけて、あ、よいしょ、おい、それ、これはもうチェーンソーで仲間を守る、ブーン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 、これでボットタッチのところで振ってればね、登ってくるゾンビをいっぺんにやっつけられるということで、結界が張れるのでね、おすすめです。チェーンソーの時はこのやり方でも全然 OK だし、まあ、ちょっと山がこうヘリに集まりすぎちゃってるんだけど、まあ、チェーンソーでいきましょう、ブーン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 。おりゃ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 、ボマッチ来たー、まあ、こんな感じですね。ということになっております。まあ、チェーンソーがあるかないかでね、難易度がねまた2段階ぐらい変わりますね、このゲームないとヘルレとかでポン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 とか C4 でやっつけるとかしないとね、なかなか厳しいかなという話です。じゃなかったらプライマリーアサルトショットガンとかあれば普通にやっつけられるということですよね。まあこんな感じとなっております。よかったら参考にしてみてください。それじゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。ラビットでした。皆様の良きワールドウォーズイライフをお祈りしております。おいじゃ、またね。